こんにちは、のりたろうです。今回はモダンコインの選び方を10個のポイントでまとめてみました。以前過去動画でモダンコイン、アンティークコインの選び方10個のポイントという動画をアップしておりましたが、今回はモダンコインに絞ったお話をさせていただきます。いろいろとアップデートされた知識もありましたので、2021年度のアップデート版ということで、作成してみました。私はコイン投資初心者ですが、初心者だからこそ初心者のわからないことがわかると思っております。なので私の動画では初心者目線で大切だと思った点について発信しております。この動画のメリットとしましては、毎月のようにロイヤルミント、イギリスの王立造幣局ですね、で発売されるモダンコインについて、どういうコインを買えばよいのかわからないという方向けの動画になります。それでは早速ですが、今回のポイントはこの10ポイントになります。まず1つ目、購入は余剰資金で。2つ目、人気シリーズもの。3つ目、本当に人気のものは一瞬で完売。4つ目、やっぱりデザイン。5つ目、金貨は2オンス1オンス、銀貨は5オンス2オンス1オンス。6個目、発行枚数が少ないもの。7個目、流通貨幣 BU 版ブリオンではなくプルーフ貨幣を選ぶ。8つ目、相場で買うもしくは販売価格で買う。9つ目、鑑定に出してもあまり損はしない。10個目、やっぱりロイヤルミント。ということで、今回の動画は長いので、概要欄の目次のところの時間を押すと、その時間に飛べるようにしておきますので、初心者ではない方などは、気になるところを見てみていただければと思います。じゃあそれでは早速一つ目に参りましょう。1、購入は余剰資金でということで、これを一つ目に持ってきたのは理由がありまして、短期的な、転売目的でですね、金貨や銀貨を購入すると、失敗されてるなということが多く見受けられるからです。というのも、モダンコインの金額は発売当初に超人気の場合ですね、コインの値段が一旦ドーンと跳ね上がるものの、その後は市場にコインがこう多くダブついてきまして、値段が一時的に下がることがあります。ここで資金に余裕のない人は焦って値下げ競争に走って失敗するという方を多く見かけることがあります。人気のコインは長期的に見れば値段はどんどん上がっていくことが見込まれますし、今2021年6月に限って言えばですね、世界はインフレ懸念が高まっておりまして、インフレの急上昇が起こると歴史的には、金などの貴金属の価値がさらに上がると思われますので、このあたりはですね、カリスマ YouTuber の、高橋ダンさんの YouTube とか本で紹介されているので、概要欄にリンクを貼っておきますので、気になる方はそちらでご確認ください。で、話も戻しますと、このように中長期的に見れば、金貨や銀貨は値上がりが期待できますので、コインを焦って安売りしないということのためにも余剰資金で買うということが大切になります。これはコイン投資だけではなく投資全般に言えることかなと思いますので、一つ目にしておきました。それでは2番目に参りましょう。2、人気シリーズものということで、人気のシリーズの、モダンコインのシリーズものとしましては、主に以下の4つ、大きなのがあるかなと思います。で、1つ目が、グレッド・イングラバーシリーズ。2つ目がクイーンズ・ビーストシリーズ。3つ目がミュージック・レジェンズシリーズ。4つ目がTV& フィルムシリーズということで、まず1つ目いきましょう。グレート・イングラバーズシリーズということで、まず何といってもモダンコイン人気になった火付け役と言っても過言ではないのが、2019年に発売されたウナとライオン、
あと2020年に発売された3グレイセスなどの超人気コインシリーズであるこの、ロイヤルミントのグレートイングラバーズシリーズになります。この2つのコインは、いずれも超天才彫刻家と呼ばれている、ウィリアム・ワイオンさんという、200年ほど前に活躍したデザイナーのシリーズで、今後も、第3弾がおそらく今年、発売される予定です。で、今までの流れを見ますと、イギリス領のですね、オルダニー島というところから最初に発売されて、次に、イギリスのロイヤルミントで、次に、セントヘレナ島、これもイギリス領になるんですが、そういったところで、発売されておりまして、2021年の5月に、オルダニー島からこのウィリアム・ワイオンさんの名作で、世界一美しい銀貨と称されるゴチッククラウン金貨と銀貨が発売されましたので、おそらく今年中にロイヤルミントからもこのゴチッククラウンという、ここに出しておきます。これの金貨と銀貨が発売されるのではないかと思われています。前回の3グレイセスの発売の際には、全てのコインがもう10分程度で、完売しておりまして、今回もまた熾烈な争いが繰り広げられるのではないかと思われます。なのでその対策としては、私の過去動画で、ロイヤルミントから最速で購入する方法という動画をアップしておりますので、そちらをご覧ください。また、そもそもロイヤルミントからの購入方法がわからないという方は、ロイヤルミントの購入完全マニュアルという動画も過去にアップしておりますので、そちらでご確認ください。そちらは概要欄リンクを貼っておきますので、ご確認いただければと思います。で、次に2つ目のクイーンズビーストシリーズということで、今年2021年の4月にシリーズが完結してしまいまして、クイーンズビーストシリーズということでは、6年間にわたって2016年から、続いておりまして、最終章のコンプリート版と呼ばれるコインが、かなりの美しさで、発売当日にすべて完売しまして、当初から高値で取引されている金貨銀貨になります。このクイーンズビーストっていうのは何かと言いますと、1953年に、取り行われた今の女王エリザベス2世ですねの戴冠式で、会場となるウィストミンスター寺院の入り口に英国紋章の獣っていう、日本語で呼ばれ方がするんですけど、クイーンズビーストと呼ばれる、高さ6フィートですね、183センチぐらいの、神話上の、獣の彫刻が、10体並んで、儀仗兵ということで、女王を見守る兵隊ということで、それらの彫刻が置かれたと。で、これらの彫刻は女王が受け継いだ遺産と伝統を象徴するものということで、それをデザインしたのがこのクイーンズビーストシリーズということになります。そしてこのクイーンズビーストシリーズは2022年2月、来年の2月ですねに、英国の現在の女王であるビクトリア2世が即位70周年ということで、英国王室でも70周年を迎えるのはもう初ということで、プラチナジュビリーと呼ばれております。そのプラチナジュビリーを迎えるためにあたっての序章ということで、来年の2022年には、即位70周年をお祝いする、プラチナジュビリーコインというのが、発売されるのではないかと言われています。こちらは6月に大々的に、祝日を設けてですね、イギリスで祝賀パーティーが行われるということで、来年出るのは間違いないかと思います。なので、この完結編のは序章ということで、プラチナジュビリーが来年に出るのではないかということになります。
で、まあ、つい先日ですね、旦那様の方ですね、2021年の4月9日に、エディンバラ公爵フィリップ王妃が公表されましたが、記念コインですね、先日発売されております。まあ、これはシリーズものではないですけど、まあ、関連するものとして今挙げさせてもらいました。そして、シリーズものとしては3番目、ミュージックレジェンズシリーズということで、つい先日ザ・フーのコインが発売されまして、まあ、人気シリーズのミュージックレジェンズシリーズなんですが、まあ、第1弾がやっぱり大人気のロックバンドのクイーンということで非常に話題になりました。で、第2弾がエルトン・ジョン、第3弾がデビッド・ボーイで、第4弾がザ・フーということになります。こちらは私も含めて、まあ、イギリスの人気ロックバンドといえばやっぱり、ビートルズですね、がいつ発売になるのかと楽しみな方も多いのではないでしょうか。で、その他にもイギリスの伝説のミュージシャンとしてはローリングストーンズとかですね、まあ、あとエリック・クラプトン、 U2 とか、まあ、いろいろと人気のミュージシャンがいるので、まあ、今後ですね、どういうミュージシャンが出るか、まあ、ミュージシャンの人気と比例して、恋の人気も上がり下がりするのではないかなと思いますが、まあ、こちらも見逃せないということですね。そして、まあ、4つ目ですが、テレビ&フィルムシリーズということで、これは第1弾にフランケンシュタイン、まあ、これはあんまり知られてないんですけど、で、第2弾にシャーロック・ホームズというのが出て、第3弾で007が出て、この007は一気に人気になったんですけど、まあ、3部作あって、まあ、3部目はなんかあんまりちょっと人気がなかったかなという印象なんですが、まあ、こちらも、まあ、映画の題材によってはですね、人気が出るのではないかということで、まあ、注目に値するかなと思います。ということで、この4つのシリーズが今後も人気の出そうなコインになるかと思います。ということで、次に参りましょう。3つ目、本当に人気のものは一瞬で完売ということで、今年2月にロイヤルミントから発売されたグレートイングラバーズシリーズの第2弾の3グレイセスの金貨と銀貨は、もう発売後10分ほどで全て完売しました。で、意外なことに、グレートイングラバーズシリーズの第1弾の、まあ、一番人気のウナとライオンの場合は金貨が3時間ぐらいあったそうです。で、銀貨は、まあ、5日ぐらいで完売ということだったんですが、まあ、その後非常に人気がじわじわっと出てきて、急に高値になったと。まあ、これはコロナ不況とかですね、ガーンと、株価も何でも暴落した時に乗じて、安全資産に逃げ込もうということで、まあ、金の価格も高騰しましたし、それと一緒に、ウナとライオンがぐんと人気になったという背景もありますので、まあ、この辺の、一瞬でこう高くなる安くなるどうのこうのというのは、まあ、時代の背景も人気だけに関わらずですね、時代の背景もあるかと思います。で、あとはクイーンズビーストシリーズとかですね、ミュージックレジェンズシリーズなど、まあ、人気の金貨、銀貨はやはり数分とかですね、まあ、金貨の場合は数分から数十分ぐらいで完売しまして、まあ、一応銀貨は枚数が、まあ、数千枚あったりしますので、まあ、1日とか数日ぐらいで、まあ、完売しています。このように売れ行きがすごいコインは買えなかった人がしばらく探しますので、まあ、その後も売りやすいコインとなります。で、4つ目いきます。やっぱりデザインということで、クイーンズビーストシリーズは、何度もお話してますが、いずれも人気なんですけど、その中でも特に人気のものとかですね、あとは少し不人気のものもあります。ドラゴンとかですね、ユニコーンなどのやっぱり空想の動物は非常に人気が高く、市場に全然、出回ってこないということがあります。
で逆にファルコンとかですね、ホワイトライオンっていうのはあまりちょっと人気がないということで市場に多く出回っておりまして、やはりデザインの良し悪しっていうのはまあシリーズとかあんまり関係なく、人気と直結しているなということになります。そしてなんといってもアンティークコインでデザインが良いといえば、まあ、先ほどもお話に出ましたが、ウナとライオンとかスリーグレイセスなどのデザインを手掛けた天才彫刻家のウィリアム・ワイオンがデザインしたコインっていうのが代表的ですが、まあ、人気のコインっていうのはやっぱりデザインが良いっていうのが、大切な条件になります。ということで5つ目いきます。で金貨は2オンス1オンス、銀貨は5オンス2オンス1オンスということで、こちらはロイヤルミントなどで新発売になった時に金貨や銀貨が売り切れていく順番と大体同じなんですが、金貨は、やっぱり2オンス1オンス、銀貨は5オンス2オンス1オンスという順で、なくなっていきます。やっぱり その順でやっぱり人気があるということになります。でなぜ人気なのかと言いますと、やはりコインは、まあ、やっぱり大きくですね、発行枚数が少ないというのがいいんですが、まあ、大きくて発行枚数が少なければいいのかというとですね、5オンス金貨とかなると買うときも160万円ぐらいありますかかりますし、価格が上がったとしても売るときにですね、それこそ高級車並みの金額を、まあ、現金一括で払えるような人っていうのは、まあ、限られてきちゃいますので、なかなか売り手がつかないという危険性もありますので、必ずしも大きければいいかというと、まあ、2オンスぐらい、2オンス金貨ぐらいがちょうどいいのかなということになります。あとはクォーターオンスですね、4分の1オンスっていうのは少し小さくて発行枚数が非常に多いので価格帯は買い求めやすいんですが、まあ、買い手がつきにくいということがあります。で銀貨は2オンスが人気ですが、2オンスを販売しているっていうコインのシリーズが少ないので、2オンスがあった場合はすぐに2オンスを買った方がいいと思います。で見た目もしっかり大きくてですね、発行枚数もそれなりに少ない。で、価格も3万円程度と安いので、やっぱり最も人気になります。で5オンスでも銀貨の場合は、買い値が7万円程度なので発行枚数が少なくて買いやすい価格なので銀貨の場合は5オンスも人気があります。ただ金貨や銀貨両方ですね、やっぱり5オンスより大きくなると、まあ面積が大きいので完璧な仕上がりになるのが難しい、要は70グレードがつきにくくなります。で買った後もやっぱり傷つけてしまうリスクも高いですし、まあ、鑑定に出さずにですね、裸コインのまま鑑定に出さないというのも一つの手かなと思います。ということで、大きさの話は以上です。で6つ目、発行枚数が少ないものということで、まあ、これはそんなに説明することではないんですけど、発行枚数がやはり少ないとそれだけ競争率が高くなり、その後もあまり市場に出回らないので値段が高くなりやすいということです。なので発行枚数は少ない方がいいですが、先ほどの大きさとの兼ね合いも大切なので、まあ少なければいいというわけでもなくて、まあ売りやすいというのを念頭に入れた上でやはり少ないものを選ばれるといいかと思います。で7番目いきます。流通貨幣 BU 版ブリオンではなくプルーフ貨幣を選ぶということで、これは私の過去動画でも、単独の動画で出しておりますが、簡単に言うとプルーフ版っていうのは特別に一つ一つ丁寧に鋳造されたもので、ブリオン版は量産型ということで、販売価格がそもそも1オンス金貨でプルーフ版で32万円程度に対してブリオン版は26万円程度なので販売価格で6万円ほど差があります。販売価格で買う場合はブリオン版もプルーフ版もどちらも良い投資商品なのですが、こちらしっかりと見分けないと
鑑定済みのブリオン版をプルーフ版並みの高値で売って儲けようとする人がまあちらほら見られますので、それを買ってしまうと投資としては大失敗の原因になりますので、まあ鑑定済みのブリオン版っていうのはちょっと気をつけていただけたらと思います。まあ、詳しい見分け方を知りたい方はぜひ私の過去動画をご覧ください。ということで8番目いきます。相場で買う、もしくは販売価格で買うということで、コイン投資に関わらずやっぱり投資は買い値と売り値の差額ですね。でどれだけ利益が出るかと、いわゆるキャピタルゲインっていうのが一番大切になります。で株などの場合はその他に、配当金とかですね、持ってるだけで配当金が来るっていうようなインカムゲインっていうのもありますが、コイン投資の場合はインカムゲインはなくて、そのキャピタルゲイン、差額の儲けのみなので、ここで一番大事なのが安く買うということになります。まず、最安値で購入できるのが、造幣局などの、そもそも作っているところですね。発売元から直接買う方法で、イギリスの王立造幣局のロイヤルミントからは直接購入する方法について、私の過去動画でロイヤルミント購入完全マニュアルという動画がございますので、そちらをご参照ください。また、鑑定済みコインですね。スラブ入りのコインを相場で買いたいのであれば、やはり世界的なオークションサイトのヘリテージオークションっていうところで購入する方法。で、こちらは、もう私の過去動画でヘリテージオークション購入完全マニュアルという動画でご紹介しておりますので、ぜひこちらをご参照ください。ということで、まあ、この相場とか、販売価格で買うっていうのは、やっぱり投資を失敗しないという上では非常に重要なところになります。続いて9番目、鑑定に出してもあまり損はしないということで、こちらは前回の私の動画で、モダンコインの69グレードと70グレードの違いという動画をアップしましたが、その中で、買ったままの裸コインですね、まあ、ケース入りのコインと69グレードのものと70グレードの価格差をクイーンズビーストシリーズですね、先ほども出てきた人気シリーズで調べておりまして、まあ、これがこの表になりますが、まあ、ここでは詳しく説明しませんが、まあ、詳しく知りたい方は私の過去動画をご覧ください。で、データをまとめますと、ヤフーオークションとかですね、まあ、これ国内の販売価格をまとめたんですが、ヤフーオークションとメルカリで出ていたクイーンズビーストシリーズの全ての大きさの金貨と銀貨で、販売価格、ロイヤルミントの販売価格からの上昇率が、まあ、どれぐらい上昇したかというのを平均するとですね、裸コインの未鑑定品で 152% 上昇しています。で、69グレードでは 130% の上昇率。で、70グレードでは 183% の上昇率。これは全部平均です。で、人気なものだともっと上昇してますし、まあ、人気がちょっとないものは少し下がりますけど、まあ、いずれも 100% は超えてるということになっておりまして、鑑定してもしなくても、たとえ69グレードがついても損をすることはないという結果が出ましたので、まあ、もちろん人気のないコインの場合は、そもそも売れなかったりするので、そもそも買ってはいけないのですが、まあ、人気のコインは買った時点で価値が確定と。いうことになっておりまして、これはもうギャンブルではなく、しっかりした投資であるということが分かっていただけるのではないでしょうか。まあ、ぜひ、私の過去動画見てみてください。で、最後10個目。やっぱりロイヤルミントということで、世界各国で金貨、銀貨が発売されておりますが、アンティークコイン市場を見ても、イギリスのロイヤルミントが発行したコインというのは絶大な人気を誇っております。やはり何と言ってもデザイン性が優れてまして、この話には何度も出てきておりますが、
ウィリアム・ワイオンですね、天才彫刻家のウィリアム・ワイオンが残した功績っていうのは本当にすごいものがあるかと思います。でウィリアム・ワイオンは1828年から1851年までロイヤルミントで数々の名作を輩出してきましたが、200年後の今ですね、もう世間を非常に騒がせてるほどの大きな影響力を持っておりまして、ロイヤルミントの人気っていうのを不動のものにさせている、まあ、今の本当の大きな要因だと言っても過言ではないかと思います。もちろん先日のアンティークコインの世界最高額で落札されたのはアメリカのコインでしたけど、今回はモダンコインに絞っておりまして、モダンコインに関してはアメリカのコインは安定した投資対象ではあるんですが、大化けするコインとなるとやっぱりロイヤルミントのコインになるのかなと思います。それでは最後にまとめになります。まず1つ目、購入は余剰資金でということで、決して一時的な値下げ競争に乗らないように余剰資金で買うことがコイン投資の大前提になります。もしかしたらこれはコイン投資だけではなく投資全般に言える話ではないかと思います。で2つ目、人気シリーズものということで、ロイヤルミントでは今後も、注目のコインが目白押しというお話をしました。3つ目、本当に人気のものは一瞬で完売で、これはこのままですが、一瞬で完売するコインは人気が高いものになります。で4つ目、やっぱりデザインということで、人気シリーズのものであってもデザインは人気を大きく左右しますので、良いデザインのものを買うというのが大切になります。5つ目、金貨は2オンス1オンス、銀貨は5オンス2オンス1オンスということで、これはそのままこの大きさが買うのにも売るのにも良い大きさというお話をしました。で6つ目、発行枚数が少ないものということで、発行枚数が少ないことは非常に重要になります。で7つ目、流通貨幣 BU 版ブリオンではなくプルーフ貨幣を選ぶということで、これはメルカリやヤフオクで騙されてはいけませんよというお話で、直接造幣局から買う場合はどちらも良い投資対象となるというお話をしました。で8つ目、相場で買うもしくは販売価格で買うということで、ロイヤルミントで直接買うか、ヘリテージオークションなどの世界的なオークションで直接買うと失敗しにくいというお話をしました。で9つ目、鑑定に出してもあまり損はしないということで、鑑定に出して69グレードが出ると損をするのではないかというお話がありますが、決して損することはないというお話をしました。10個目、やっぱりロイヤルミントということで、今後もしばらくはイギリスのロイヤルミントのコインの人気が続きそうというお話をしました。ということで今回のお話は以上になります。最後までご視聴くださいましてありがとうございました。また大変励みとなりますので、いいねボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。いつもご視聴くださっている皆様、本当にありがとうございます。それでは最後、皆様一緒に、レッツコイン。ご視聴ありがとうございました。